皆さんこんにちは。今日は横浜朝日ファミリーゴルフさんに練習に来ています。今日私の朝練の様子を皆さんにご紹介お見せしていきたいと思います。次は私ドライバー2本持ってるんですけど、マーベリックとエピックフラッシュで距離を比べていきたいと思います。でまだ新しいドライバー打ってないんで、前のやつ2本になるんですけど、あ寒いからやっぱなんか触れないかも。いい感じ。なるほど。キャリー227。ちょっと右に出た大きくドロー。はいはい。今のは先っちょです。ですがまっすぐ。めっちゃキャリー安定してません？全部同じ距離225。ゲロ。あでも一緒だ。でもはや今の方がランが出るっていう話ですね、あの球のが。なんかちょっと思ったより飛ばないわ。寒いから？ナイショー。ねえ、こんなにこんな、もう打たなくてもいいかもってぐらい、なんか計測が変わらないっていう。確かに7番やんやな。本当ですね。本当だわ。続きましてマーヴェリック。なんか昨シーズンずっと私エピックフラッシュが好きでずっと使ってたんですけど、なんか冬になってからなんかマーヴェリックの方がなんかいいなと思って最近こっち使ってるんですよね。でも確かに距離測ってなかったから、測る機会。なんかねこっちの方が球が捕まらないんですよ。で最初はそれがなんかあんまり良くないと思ったけど、最近はこの左に来ない感じがめっちゃ好きなんですよね。待って、飛んでないかい？あ、やっぱちょっとあれ打った後だとちょっと右行くけど、待ってよ。すごい、やっぱさ感覚と数値がめっちゃ合ってますね。飛んでんじゃん。いいね。やっぱちょっとこのドロー回転の少なさ。はいはいはい。確かに。本当ですね。確かに的だけ見るとエピックの方がちっちゃい。でもそれはあっちを打った後なのか、体からなのか、日本語が変わかんないけど。にゃ、なんか微妙。
もう一回測り直して逆から打つとかね。確かに結構クラブに慣れちゃったりするから逆から打って計測したりするのもありかも。あとシャフト別でも測れるらしいです。すごいいいですね。だからこれあれですよね、一人でフィッティングできるみたいな感じじゃないですか。普通はメーカーとかなんていうの、ショップに行かないとできないものを練習場で打ちながらできるってことだね。OK、下から来たよ。とはいえ、あーでもなんかもうなんか大体飛距離一緒ですね、どっちもキャリーが。季節的にもね、これでちゃんと把握しとけば、今日はすごい寒いけど暖かい日とか夏とかでどれだけ飛距離が変わるのかって、コースってやっぱびっくりしちゃうじゃないですか、飛距離の違いに。あれあれって思っちゃう前に練習でこうやってやっといたら超いいかも。っていうか私もかなりいい練習になりました。こういういろんな使い方があるんですね。面白い、めちゃくちゃ面白い。これでご飯食べれるじゃないですかあの家帰ってお酒のつまみでこれ見ながらね、今日はなんとかだったなぁと言ってはい、というわけで先ほどの計測で自分の距離が詳しく分かったところで、次は実際にアプローチチャレンジという項目で実際にコースに出て練習をしていきたいと思います。でこれは前ホール、ショートホール、ショートコースを回るような感覚でティーショットだけの計測、まあ、いかに近いかで、近ければ近いほどポイントが少なくなります。で私もよくこれは練習でも取り入れるんですけど、実際にコースを回るんですけど、そういう練習のメリットとしては前ホール違う番手で練習するので、コース本番に近いような練習の仕方ができるので取り入れます。よし、じゃあ1番ホールからやっていこう。世界のトップを目指して。123。グリーン早め。はあ、ははあ、でこの練習は毎回違う番手を持って練習することができるので、より実践的な練習になります。なんかリアルミンゴルみたいな感じじゃないなんかめっちゃミンゴルする気分。7番やんです。いやでちょっと届かないかな。6にしよう。やっぱりすごい転がるんだよね。あ、低かったぞ。やばい。止まれ。ね、待って、50もついた。あ、やばい、もう世界チャンピオンのスコアになっちゃった。タイガーウッズですかね、あのポイント持ってる人。誰なんだろう、一般の人うますぎじゃない。67。よし、キャリーは60ぐらいかな。キャリー飛びすぎた。キャリー60。いや、気合入っちゃってるな。ねえ、下手。
めっちゃ跳ねるし。102。これはね、95ぐらいなイメージで。52度です。ねえ、下手すぎる。確かに今弱いって思った。結構転がるんですよね。8番でちょっと強めに打ったら転がってくれるんじゃないかな。135ぐらいな感じ。抜けてるんだよね。あ、ね、今度は転がんない。なんで？転がったら転がんなかったりする。グリーンか。ねえ、スコアやばくない？下手。いや、ランキング出るって。続きまして、あ、これはいけそう。もうこれはもう9番でパシッと打ったら。引っかかってるよね。バレる？やっぱり。めっちゃバレんじゃん。確かにめちゃくちゃ狙うってことに対していい練習になりますね。しかもやっぱ実際にコースで出るミスとの傾向がなんかわかるかも。どう？あー、そっか。でもウェッジはキャリーで行かなきゃいけないからね。下手くそだな。152。よし、7。だからしっかりあそこ70ヤードがまっすぐに今設定してるから、そこに打たないとだね。あの奥の。ダメだ、めっちゃ引っ掛ける今日です ね。コース行ったら引っ掛けるみたいなことと一緒じゃん。66。最終ホール。ここはビシッと行きたい。最初と最後だけは。じゃあ110キャリー。112。これもやっぱ左だ。ちょっと ね、スコアやばいかも。今日だと9位らしいです。今んとこまだ午前中だけどね。え、何人中9位なんだろう。32人中9位微妙初位。でも面白い。でも世界ですよね。世界ランク9位今日おもろ。あ、でもいいかも。これちょっといいですね。面白い。というわけで、とってもいい練習ができました。この動画を見ていいなと思ってくれた方はグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。